背景を使った背景用紙ノートをドラッグします。背景に設定ボタンを押します。このまま記録でコンテンツを作ることができますが、せっかくですから、きれいな文字を書くためにテキストを読み込むこともできます。通常にこう押して、テキストをちょっと変えたい場合は、テキスト編集で、ゴシックではなく、教材、HG 教科書体というのを選びました。OK。これを、このくらいですかね。はい、これにして、濃い字なので、これを薄くしたいと思います。ドラッグして、真ん中ボタン。そして、これも色ですね。色の変更はしませんが、文字を薄くするということで、文字ですね。これは文字。透明をグッとするということもできますし、それか、透明は関係なく、こちらで薄いものを選ぶということもできます。終わりましたら、OK ボタン。はい。すると、次からの文字が継承されますので、自分とか、はい、こういうふうになります。これも、縦書きにしたい場合は、テキスト編集のここにあります縦書きを押すとできます。ちょっと文字を小さくしたいな。この場合は、まだ動きとかがついついずれたりするので、固定化をしたいと思います。部品は固定化するためには、選択して、これですね、手のバッテンを押すと、このようにずれたりしません。これはずれたりしますので、これももし必要ならば、選択して手のバッテンを押します。すると、動いたりしません。これを取りたい場合、削除したい場合は、このハサミを押して、クリックしてバッテンを押してください。まあ、この上からなぞって書くことも十分できます。で、このコンテンツは、背景に一度やれば、次のページも同じ背景なんですね。はい。次のページも同じです。ですから、背景を一回設定したら、そのまま引き続きますので、不要な場合は消しゴムで消してください。もう一回押して、背景をクリア。そうすると、次からは背景が出てきません。一度背景をクリアすると解除になります。以上になります。